おはようございます。今回はガンバ大阪からお送りします。そして豪華なゲストが来てくれていますので、早速お呼びしましょう、はい、お願いします。お願いします。宇佐美貴史選手と福岡翔太選手です。ガンバの至宝と呼ばれ、今シーズンからキャプテンを務める宇佐美選手、そしてチームのムードメーカー福岡選手、この二人といえば来た。そう、前回関西ロッククラブ対抗企画カンチャレで見事優勝、そのご褒美として約束したガンバ特集を行うため早速来てくれたんです。ありがとうございました。カンチャレ自信ありました？いや、もうガンバの顔なんで。いやいや、で交代してもらおうと思ってたぐらいなんで。いや、ボールボーイもめちゃくちゃ走ってましたね、はい、いや、もう全力は売りなんでバーイヤーバーッと始まった今回のキックオフ関西はご褒美企画ガンバ検定。まさかそんなサポーターが選ぶ好きな歴代選手ベスト5の神プレー続々。J2 昇格を目指し各クラブがしのぎを削る J3、 FC 大阪と奈良クラブのタイムサバイバル。まずは FC 大阪、8戦負けなしのチームですが、課題は白のユニフォーム、アウェーの FC 大阪。ここ8試合で4勝4分けとチームは好調。 J3 最少失点と守備は安定していますが、課題は得点力。この試合もゴールが奪えず、3試合連続スコアレスドローです。続いては奈良クラブ、解説してくれるのはこの選手。奈良クラブ39番米塚翔太です。首は長いですけどキリンじゃありません。めっちゃ投げ投げがしたよ青のユニフォーム、アウェーの奈良クラブは前半13分、米坂選手のゴールで先制します。インサイドハーフの山本壮太郎選手のところに相手のセンターバックが食いつくっていうのが分析とかでもいろいろあったので、ドリブルするとシュートコースもなくなるし相手に当たっちゃう可能性があると思ったので、ペナの外からシュートを打つ選択肢を取りました。しかし後半追いつかれた奈良クラブ、3試合勝てていませんが、告知お願いします。8月のホーム3試合、このユニフォームを着て僕たちは戦います、皆さんもぜひこの柄のコンフィットシャツを着てスタジアムで応援してください。よろしくお願いします。そこなんやあ、だから2つだったんや関西ロッククラブのことをもっと知ろう、ガンバ大阪クラブ検定始まる。番組 MC を声いじっちゃけ1回だけでよかったんだよ。緊張した顔してるもんだってそりゃするよちょっと緊張してるんですけど、関ジャレのご褒美ということで、はい、今日は MC 福岡ということが絶対ですので、私もサポートさせていただきます、はい、あの僕に対してこう文句言ったらすぐ広がるんです青岡さん気をつけてください。 OK、 分かりました。はい、さあ、そしてゲストもお呼びしているんですよね。そうなんです、ガンバ大阪レジェンド梶明さんです。どうもどうも、自分で持ってくるんですね。よいしょよいしょ。レジェンドの梶明こと、西のキング梶でございます東にはキング梶さんがいる、はい、ということで元ガンバ不動の右サイドバック、在籍8年のレジェンド梶明さんも参戦。誰が最もガンバを知っているのか、懐かしい映像も交えたガンバ検定に挑戦。それでは早速いきましょう。はい、第1問はガンバのこれまでの歩みからの出題です。まずは VTR ご覧ください。チーム名はですね、マジに聞くガンバ大阪ということにさせていただきました。1992年名門松下電器サッカークラブの名を改め生まれたガンバ大阪。その翌年に J リーグが誕生。関西で唯一発足から名を連ねるチーム、
いわゆるオリジナル10として人気を集め、客席はサポーターで埋め尽くされ熱気にあふれていました。関西を代表するクラブとして初年度から優勝を狙いましたが、成績は振るわず下位に低迷。観客数も半分以下に減り、深刻な状況となっていました。そんな中、1997年、救世主が現れます。それは、マジ覚えてるな。J リーグ史に残るスーパーゴールで日本のサッカーファンを驚かせたエムボマ選手。世界基準のテクニックとパワーで優勝争いを演じるまでにガンバを押し上げると、次世代を担う若手が台頭することに。これがガンバに黄金期をもたらす原動力となるのでした。それではここで問題です。ガンバ大阪というクラブ名ですが、そもそもガンバとはイタリア語で何を意味する言葉でしょうか。フリップにお書きください。イージーイージーベリーイージーイージードダンス。大久保さんマジって言ってましたけど絶対見せないようにしよう。それでは回答一斉にオープン。はい、うん、お足足やの。何王様。王様なんかガンバボーイあれ王様みたいなのつけてんじゃん。あれつけてるのは髪の毛じゃないですか。あれだから分かんねえの。正解はデレン足でございます。でしょうね。ちなみに僕は知りませんでした。マジ不届き者め。おい言うなそんなこと。あ、出るよ。出るよ。本当に出すよ。それではガンバ大阪ヒストリー続きをご覧ください。優勝というタイトルを得られないまま迎えた2002年、一人の名将が変革を起こします。優勝争いをできるようなチーム力を築いていきたいと思います。今の方が若いじゃないですか。西野朗監督、後に日本をワールドカップベスト16に導く男は、才能あふれる若手を積極的に起用。中心は後に日本の心臓と称された司令塔遠藤保仁選手。ガンバが掲げたのは超攻撃的サッカー。くわ、おぐり七一ってすごい。さらにガンバが育てたアカデミー出身の大黒雅史選手や二川貴博選手でチームを作り、育成型クラブの先駆けとなりました。身を結んだのは2005年、首位と勝ち点1差の2位で迎えた最終節。大一番でもガンバのサッカーを貫き、見事逆転優勝を成し遂げます。クラブ創設13年目で初のタイトル獲得。ガンバっていうチームがね、さらに大きなクラブになるために優勝というタイトルが必要だったと思いますから、またこれをステップにして素晴らしいチームになっていきたいと思います。大きな自信をつかみ、上昇軍団への道を歩み始めたガンバ。2008年にはアジアの頂点に立ちます。ちょうどその頃、ガンバの至宝と呼ばれる男がプロデビューを飾ります。宇佐美貴史選手。他にも日本代表クラスの選手を多く抱え、魅力的なサッカーを展開。しかし西野監督がチームを離れると、クラブ初の J2 降格。それでも這い上がるのが名門のプライド。 J2 リーグを優勝し、1年で J1 へ復帰すると、この年に加入したパトリック選手が宇佐美選手と得点を量産。そしてリーグ戦優勝。他にも2つのタイトルを獲得。 J1 昇格直後の3冠達成は史上初の出来事でした。ここで問題です。ガンバ大阪の黄金期を支えた西野監督ですが、選手をフラットな目で見るために極力プライベートでは交わらないように心がけていたそうです。
そんな西野さんが監督に就任した際にスタッフに用意させたものとは何でしょうか、こちらもフリップにお書きください。スタッフに用意させたもの、そのプライベートに交わらないように。一番最初でいいだこれ。では回答オープン。はい、はい、赤ワイン、赤ワイン、はい、とはなんで。いや西野さん赤ワインめちゃくちゃ好きなの。一緒に飲み行ってるだけじゃないですか。それでは答えをお願いします。はい、正解は選手の住所録と地図、30人の選手の家の場所をマッピングし、選手たちからできるだけ離れた場所に住みました。はい、じゃあまあ近いやん。ほぼほぼです、ね。なんかちょっと近い、ね。ちょっとすごいなと思って。意味合いは一緒やん。いやでも僕もパッと見た瞬間にあっと思ったんで、これは正解にします。おめでとうございます。あかんやん。いやいやいや、もうこれはもう。さあここからはガンバサポーター150人に聞いた好きな歴代ガンバ選手ベスト5を発表。名プレーを振り返りながら限定問題に挑戦です。ここにカジさん、たかしくんがいるってことはですね、それは絶対入ってくるよ。わかんないっすよ、絶対入ってくるよ。そら5位とかでもういいな、いいな、これこれでも全部やろ。ガンバサポーターが選ぶ歴代好きなガンバ戦士ベスト5、第5位は、いやもうここぞという時に止めてくれるの。イワシタップルした後にすぐそのままで投げるか、お手本体イワシが第5位は現役からランクイン、クラブ最年長、東口正明選手。危ないぞ、現役強いな。最大の武器はこの反応スピード、ついたあだ名はすごいよね、まあすごい、神様、仏様、反応すごい、東様。37歳でも現役バリバリ、これからも青黒のゴールを守ってくれ。続いて第4位は、パスルーパスとかギャップ。危ない、これは危ない。いやもうないよ。いや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 、いや続いて第4位は、パスルーパスとかギャップ、プレート、普段の北さん、なんていうんですかね、ひょうひょうとしたというか、危ない、頑張そこ見に良かったです。これは危ない。クールなファンタジスタ、二川隆博さん。普段は田中選手とこうなんか相談とか話とかしたりとかってありました？プレー面であったり。いや、ほとんど多分ほぼないんじゃないですか。でもピッチに立つと圧巻のプレーの数々、まさにファンタジスタ。この針の穴に糸を通すかのような鋭いパスでアシストを量産。さらにこんなおしゃれなアシストも。確かな技術で黄金期の中盤を支えた田川さんが見事第4位にランクインしました。いやもうないよ、多分。いやいやいや、お二人、ふたさんとの付き合いが長いと思うんですけど、たかしくん、一番の思い出は？一番の思い出なんてねえな。全然広がらんもん。長谷さんじゃ。もう行きますか。ガンバサポーターが選ぶ歴代好きなガンバ戦士ベスト5、第3位は、今はあの、ね、監督さん離れられましたけど、常さんは殿堂入りしてるから一番とかじゃないんですよ。常様こと宮本常康さん。これ素材送ってあげる。頭脳派センターバックとして2度のワールドカップ出場、キャプテンとして日本を率いたリーダーシップに加え、この甘いマスク、かっこいい。確かにかっこいい。しかしピッチ上では闘志あふれるプレーで最終ラインを支え、2005年にはガンバに初タイトルをもたらしました。そんな常様が堂々の3位にランクイン。続いて第2位は、ドリブルがすごい
ドリブルで持ってってからのシュート。来た。宇佐美選手。よし。やっぱ宇佐美。ガンバの顔ですし。第2位は今やガンバの大黒柱、宇佐美隆選手。17歳にして当時のガンバ最年少デビュー記録を更新。そこから国内ではガンバ一筋でチームを支えてきた宇佐美選手。熱い人気の理由はその強いガンバ愛と、やはりこの一人で状況を打開する突破力。緑なエグいな。今シーズンからガンバのレジェンドナンバー7を背負い、キャプテンを務める宇佐美選手からまだまだ目が離せません。2位ですよ。高志2位か。まあ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 、俺よかったですね、ここには入ってね。そうですね、うん、ここで宇佐美選手に関する問題です。はい、こちらの画像をご覧ください。これはある試合でゴールを決めた直後の宇佐美選手ですが、はい、わかりますよ。なぜこんなにやりと悪そうな顔をしているのでしょうか。はい、わかります。すごい、すごい。ちなみに高橋君、この自分がゴールしたものって全部覚えてますね。あ、うん、ほとんど覚えてるね。はい、では一斉に、せーの。はい、忍者ゴールですよ。え、後で言います。大久保さん、ごめんね。じゃあ、アバウトすぎひん。何でもいけるやん、これ。何でもいけるやん、これ。2015年、ホームにアルビレックス新潟を迎えての一戦。フリーキックは直接相手キーパーにキャッチされてしまいますが、宇佐美選手に注目。うわー、これは汚い。これは汚すぎる。そう、後ろから忍び寄り忍者ゴール。後半開始わずか3分で決めた先制点に思わず頬が緩む宇佐美選手でした。ということで正解は忍者ゴールでした。それはあかんね。でもこれはいろいろやられてますからね、いろんなところで最近ありますから。流行ってるというか。さあ、それでは残すところあと1人ですね。いや、来るんじゃないですかね、ガイさん。来ない。あー、もう断言しちゃって。はっきり言うなよ。ガンバサポーターが選ぶ歴代好きなガンバ戦士、栄えある第1位は、決定的なところに出してくれるあのパス、フリーキック、鋭いフリーキック、全部がうますぎるというか。遠藤選手、遠藤選手が遠藤やっぱり。ということで第1位は、長きにわたりガンバの心臓として活躍、遠藤保仁選手。もはや説明不要のスーパープレー。まずは華麗なパスをご覧ください。もう見てるだけでなんかね、綺麗にな、ちょっと右足に出してな。うまい。うわー、あの1個目うまいわ。そうやね、あれ止めれるからすごいよね。うわ、ピンポイントも、ほら、これ結構むずいよね。あのバウンドしてるボールをさ、うわ、高橋決めてるわ、ほら。続いてはフリーキック。くわ、あのワールドカップでも決めたやん、あの時のフリーキックすごかったな。まあ確かに頼りになるよね。時にはこんな技も。うわ、こんなさ、相手の裏かくん好きよね。これぞ遠藤、まさに相手の裏をつくプレー。てるやん。ということで第1位はガンバをおよそ20年間支えたレジェンド、遠藤保仁選手でした。いい、なんかやっぱ絵になるし、まあね、やっぱりな、20年間っていう重み、俺も8年半やから、まあ、そこの年数はちょっとね。ちなみに何、カジさんは、ちなみにあのカジさんは6位ぐらいか。2票でしたね。それやったらゼロが良かった。2票ないかじです。さ
さあそれではここで問題です。遠藤選手といえばコロコロ PK が当時サッカーファンを沸かせましたが、いつしか封印してしまいました。一体なぜでしょうか。お書きください。そうなんだ。いやもうストレート、はい、ストレートじゃん。答えいいですか。ではオープン。はい。お、大久保さんと梶さん同じですね。一緒や。ほぼ一緒やん。一緒は大体一緒。バレたからっていう。それでは正解こちらをご覧ください。単純え、まさかそんな時間返してよ9月16日サンガスタジアムにてファミリーサッカーフェスティバルが開催されます。ディズニーと JFA が女子サッカーを応援するプロジェクトで、小学1年生から3年生のサッカーをやったことがない子どもとその保護者2人1組を主な対象として参加を募集中。最後まで諦めなかった。詳しくは JFA のホームページを検索してください。そしてキャプテンを務める澤穂希さんからメッセージも。参加いただいた方にはこちらの T シャツとボールをプレゼントします。新しいチャレンジをしてみたい子どもたちのご参加心よりお待ちしています。遠藤選手の代名詞の一つでもあったコロコロ PK、 しかし突如入院。その理由をなんとガチャピンとの対談で語っていました。コロコロ PK は最近あまり蹴っているところを見てないんですけど、はい、どうしてですか。単純に飽きたから。あ、単純に飽きたから。あ、はい、でもそれで潔くやめるっていうのってとっても大切だと思います。そんな時間返してよはい、全員正解ですこれ当たらんじゃん。では次が最終問題になります。え、早いよ。 MC 福岡お願いします。はい、最終問題。我らがガンバ大阪のマスコットキャラクターガンバボーイをお書きください。無理さあ最終問題。正しいガンバボーイはこちらですが、どんな作品が生まれるのか MC 福岡が独断で正解者を決定します。ではお願いします。カジさんオープン。自信あります。怖いよこれ。その下はそれ体ですか。手と足ひどいな。いやばいなじゃあ次高橋君、はい、オープン。これちゃうよこれ俺ちょっと藤みたいやからこれひどいで、これなんか妖怪やんもうでは最後ちょっと見えたけどこれやばこれ俺のイメージこれなんだけど。あ、やばい。交換かぶってるって言ってましたね。かぶってないっけ。これはひどいで。三者三様のガンバボーイ MC 福岡のお眼鏡にかなうのは全員不正解です、そんなもうひどすぎる。もう何ですかそれ。ということでガンバ限定の優勝は宇佐美貴選手。感じない。おめでとうございます。優勝した高橋君には大好きなご飯のお供明太子をお送りいたします。やったー、しかもなんか気分が、すごいすごいすごい。おめでとうございます。すごい、これは高級。そしてMC を頑張った僕には僕が大好きなご飯のお供塩辛が送られます。ありがとうございます。あれマジで ありがとうございます。すいません、あの MC で皆さんのおかげで緊張もほぐれたのでありがとうございますということでね、はい、以上ガンバ限定でした。来週もお楽しみに。いや来週はね関係ない関係ない。